たちばかりを見ていた。当てはめた言葉らはどこかへ逃げ去った。もう安心して笑えるさ。こんにちは、はじめまして。なかなか仲会えなかった。頭の中は柔らかい桃色。朝から夜から朝、君のままは頑張った。明かりが灯る家の中、パパは台所で待つ。もしも嫌なモンスターが来たら、僕がなんとかかんとかするから、まあそこに座ってて。ずっと待って待っていたの。